Thank you.
Ah! Thunder in the
Round 2, fight!
Hey!
じゃあこんばんはと、本日ですね2019年2月8日ということで、節分も終わりまして、今日ね大変寒いです。なんか関東地方雪な予報でございます。明日から雪、あ、今日の夜から雪な予報でございます。今日大変寒いですね。昼間とはぐって変わって、打って変わって積もらないといいですね。本当に気温が下がってます。はい、で本日四季の細道開催予定でしたが、改めましてちょっと四季の寄り道ということで、寄り道ですね。はい、団体戦をしたいと思います。ルールとしては今くじ引きで、2人チームを4チーム作りました。2人組チームを4チーム作りました。4チームの総当たり戦といたします。はい、勝ち残りですね。はい、あ、勝ち抜け、勝ち抜け。はい、キャラはですね、キャラは事前に出し合ってもらってます。発表しちゃって大丈夫ですかね。発表、第1チーム、グッチーさんとハクさん、第1試合ね、グッチーさんチームとハクさんチーム、あ、ごめんなさい、グッチーさんとハクさんのチーム、第3とエクスパさんのチーム、この4人ですね。グッチさんがバイソン、キャラ固定です。グッチさんがバイソン、ハクさんがキャミン、エクスパさんがリュウ、第3がバルログと。はい、じゃあ第1試合始めていきたいと思います。開幕スライディング、ワンピー側が第3のバルログですね。スピー側がハクさんのキャミン。さあ投げる、キャノンが刺さってフーリガン、さあ飛び込んで爪は拾った。さあスライディング、またしてもスライディングと、はい、打ち OK で1本目はハクさん、ジャンド目はハクさん。これあれですね、大キャノンとかで氷が落ちたりするので簡単に処理をしてるわけにもなかなかいかないんですが、そうですよね、はい、落としやすいですよね、比較的。透かして、おっと投げてるのはハッキャミ、ねじ込んでいく、キャノンをねじ込んでいく、スライディング、上から爪、今出なかったですね、強いやつですね、あの爪出なかった感じですね。さあ両者1対1でフリガン、フリガン、スライディングにフリガン、めくって投げる、踏み出し、着地キャノンはガード、画面端だが今日落としていく、ね、あれが、さあ上から、さあ大将エキスパー、さあ白さん勝利で、続いてエキスパーさん、これがハクさんの方にはまだ後ろグッチさん控えてるんで、そうですね、伸び伸びいけますね。そうですね、リュウ・バイソン投げて、キャラ相性的にはもちろんリュウなんですが、最近ハクさん結構強いの、さあ今のですね、アルキャノン、端まで追い込んでるアルキャノンがかなりのヒット率ですね。なんか出しちゃいますからね、うっかり。そうですね、足が速いんで、とりあえず追っ払うために足払い置いたり、ここを狙っていく、おっと怪しい、削りだがキャミー薄いので削り切れていない。あー、暗い投げ、ちょっと危なかったが、今キャノンで切られたかもしれないですね。そうですね、本当はあれ飛んだ段階で落とさなきゃいけないんですけれども、さあ肌踏んでしまう、伸ばせて、マリオパンチきっちり3発当てていく、壁から逃がさない、キャノンで無理やり脱出成功だが、シンク今度は5発削り、さあ波動が刺さった、当たって大将戦、エクスパ勝利。さあ続いてグッチさんですね、グッチバイソンですね、グッチバイソン、これ決めたキャラは固定ですよね。そうですね、2試合目以降の固定なので、はい、固定、出し順だけですね。さあ開幕終わってきた、よきっとっと右足を何回か振っている、ここで抜けて、あ、上からいった、しかし繋がらず、
さあクレイジー、お、安い、パンツは安い、真空が刺さる、フルヒット、これはやばい、さすがのグッズバイソンも、さあ残りのドットでもう一度ゲージが溜まるかどうか、さあ両者硬直状態、さあお力中足、さあスパコンのヒット数が明暗を受けたか、分けた感じ、珍しいですね一発って、空中のかなり高いところで拾ってしまったので、さあカンパ、さあ良い棒を当てて2発でこれだけですよ、嫌い投げ、嫌い投げからの、さあ見てからクレイジーですがガード間に合った、さあヘッドゴチゴチ、壁に追い詰められてバイソンの猛攻をしのぐのはなかなか至難の技、そうですね、さあオアーなのにヘッドが溜まっているので、オアーヘッドですね、さあタンパーが漁る、さあ同じような、さあ出られない、画面端スイッチハウスから出られない、出られない、さあ残ってロット、さあ使わせたのはバコンボーナスが欲しかったのか、あるのか、さあ逆画面端を追い込んで、さあ真空当ててもまだ残る体力だぞ、使っていく、鎖骨もガード、おしげもなく使っていく、時間もなく、さあ最後は中足に中足、勝ったのは、ハクグッチチーム、ハクグッチチームですね、勝利は。続いて今度我々の試合になりますね、デンセロテープ、そうですね、どなたかに適当にマイクを持っていただいて、はい、持ちたい方いればねお願いしたいです、はい、グさんとハクさんは連戦です、あ、連戦じゃない、あ、なるほど、僕らですね、デンセロテープ対山本機械、さあじゃんけんお願いします、さあ、ワンピーガーソールが、ほぼ山本龍、対してソールはそれでもザンギエフ、波動から中ゴスダメージ取っているのは山本龍、おダブラリこかして置き攻め、あ、なんか暴れていく、波動から画面端だが大足、昇竜拳で返して、中足波動から、画面中央、真空は当たらない。ガンガン歩いてスクリューで、まだ生きている。なあ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 、今のは一体何だったんだと。さあ序盤は竜ペースで先ほど進んで、このラウンドも竜ペースだが、徐々に画面端へ勝利打ち切ってこかして、ダブル当たらない、投げて後ろから大足ファイヤー、画面中央体力はほぼ五分、大足対空から上から大ゴススクリューリバーサルで出していき、当ててから昇竜で返して、上から投げた、
まだそっち残ってるから。だ全部入れても8クレなんでね、入れちゃって大丈夫ですよ。さあ、続いてスワルは機械ダルシム。さあ、近づけないザンギエフ、なんとかして。近づけないままラウンドが終わっちまうのか。残虐に花はあるのか。だが的確にちょっとずつダメージ取り続けている。最後はバックジャンプに近づいたところにしっかりとトマス取っていくわ。機械ダルシム球を飛んだら落とされてガシガシ歩いていくが、そしてここでワンチャンスが生まれてくるのか。スクリューから上から、そしてスクリュー。さあ、まず相打ちからガスガス歩いて画面端大事焦がして的確に落としてピオらせてスクリューバイルドライバーさあ、次の試合が、グッチ博チームと機械ほぼ山本チーム。先方決まった模様？なんか申告はしたかな？はい、初心者協定的な感じで。さあ、ワンピー側がほぼ山本さんの竜、ツーピー側がハクさんのキャミ。使わない組み合わせいまいちわからないんですが、開幕前飛んだら別に必ず3段入るわけではないんですね。フリガン、さあもう削りげんない。最後は暴れにタッチシューパンタイプ。相打ちファイヤーで転んでいるのはキャミー側。歩きキャノン、ガード側に合っている。竜巻の着地に中足、おっとスパイラルめり込んで中足ファイヤー。キャノンから3段キャノン入れて、最後はおっとシンク使わせる。最後はアントビになっていても削りけんない。さあ、山本機械チーム、大将は機械ダルシム。さあ、サブキャラのダルシムでキャミーはやったことがおそらくなさそう。ドリルで突っ込んでいる。ちょっとあれですね、綺麗に全部落とすのはしんどそうと見て、フーリガン、フーリガン。さあ、投げは読んでいた。さあ、チョップ、シャラパン対空、
さあ地大剣、おっと知っているのか。何と知っているのか。さあドリルガードしてお釣り、ショック対空ドリル。さあフーリガン、フーリガンだけはどうにも。めくりはガードしてドリル、あの素振りをキャノンで拾っていく。さあ当て投げっぽいのを投げ返して、さああのスペコスってからのフーリガンは返せなかった。投げてるなキャミー、入れた、ま、さあ掴んで、あと掴ん投げに行った。フードリルで果敢に突っ込むスタイル。ミランからおっとユンピオっぽかったがくらい投げ。さあキャミーが体力少ないがフーリガン、さああとワンセット入るか。ドリルドのスペで頑張った機械が勝利。さあ大将戦、考えようによってはさっきよりも厳しいんじゃないかという。さあアイソンダルシム掴んで相打ちだが、さあファイヤー打って飛ばせているんですが、さあ壁まで追い込んだ。さあどうする。すごいのスペコ捨てる。クレイジー掴んで、なんと1ラウンド目を取ったのは機械ダルシム。さあドリルスタイルで、ドリルスタイル、さあこのやり方で2ラウンド取れてしまうのか。さあ体力少ない、もう相打ちが取れない。勝ったのは山本機械チーム。さあやってっからの機械さんが勝利してくれたおかげで山本チームね、まさかのね勝ってしまいましたけど、山本機械勝って、さあ続いてはやってないところはあれか、エクスパーさんと大地さんのチームとデンさんとセロデフさんってことでね。ああノークレジットっていうことでね、ちょっとクレジットがね、いつもの四季の細道みたくね勝ってる方に入っていく感じじゃないんで、ちょっと時間がねかかっちゃうんで申し訳ないですけど、さあここで、まあ先方聞いてます、先方聞いてますね。いや、先方は1P が、第3さんのバルグ、 2P 側、デンさんの、バイソンとボクサー。さあ四天王同士、爪が刺さる上から、そうね、機械、インシキイエス、そうですね、機械さん来てます。ニードセロフェスター、機械 FT100、 FT100 しませんね多分ね今日ね。さあ画面端投げる、ヘッド上からの、さあ2ラウンド、これ結構バルログあれですね、ヘッドがあるからこれも票あまりいけない感じのこうなっちゃうんですよね多分。
さあできるパンチ、爪を落としてしまった。ダッシュアッパー、上が見えてる。さあアッパークレイジーで削り切った恐ろしいバイソン。やっぱねバイソンはね、あのゴリゴリいく感じがね。さあ続いて 1P 側、エクスパーさんのリュウ。さあゴリゴリ逆画面端まで押されてきてしまう。横押し力ってやつですね、半端ない。投げる、上から、いやー真空使ってしまった。こっから巻き返せるのか、お止めた。ダッシュアッパーだと思うが、ダッシュアッパーで止めた。さああっという間に、あーっとジャンプで逃げたが届く。さあ竜巻、やっぱあの恐ろしい横押し力ですね。あーしゃがんでしまう昇竜。竜巻後ろから投げる、真空で先ほど取る。これはさっきのデジャブが見える。しかしダッシュアッパーがのゴチゴチ。さあ、デンさん、セロテフさんチーム勝利。さあ続いてはラウンド1、はい、2勝をしているのはお、次は、山本機械対、第一、エクスパーのチームというところで。さあ残すところ2試合ですが、エクスパー第一さんチームはほぼ固定ですね。これね、第一さん先方、そして機械さん山本さんチームが山本さんの竜。着勝竜。さあこっちは当たっていて投げて、テーラーきっちり3回入れて、さあ壁がきつい、昇竜拳、デリチャギ背中にハードを当てて、さあ波動昇竜間に合った。竜巻からテラーガード、本当はテラー3発、竜巻暴れ、めくり竜巻暴れ。さあ竜巻、竜巻、おっと、さあ真空からで削り切って、ここ山本選手がまず1本、1本というか1人抜きですね。さあ大将エクスパー竜、オレンジの竜が同じエクスパーさん、緑色の竜がほぼ山本さん。竜巻、さあおかぼを奪う竜巻暴れ、竜巻勝利を当てて、攻めは竜巻からの投げ、受け身取っているから真空、
ペックスで打った風の波動拳にきっちり真空。開幕ファイヤー、着地昇竜足払いに当てていく。ファイヤー当てて、さあ画面端、さあファイヤーでなんとか橋を脱出したが飛び込みが早かった。最後は真空合わせて勝ったのエクスパリュー。これで対照戦ですね。さあオレンジ対決、エクスパリュー対機械ダルシム。開幕歩き投げ、さあファイヤー踏んで竜巻からの投げ、ユンピョ、さあ重ねには昇竜ガードして、なんでどうする、さあ昇拳から投げている。最後のすぐ取りには昇竜拳。さあ見てる感じでは機械さんのダルシムはなんか流線が一番ぎこちない感じ。巻きを警戒している。竜巻当たって置き攻めは鎖骨、さらに竜巻逃げたいパンチ、ドリルからツヒットさせて投げているのは竜側。さあ真空を警戒して、あっと波動に当たって真空回避からのスラ対空。さあ機械さん落ち着いているのか、ファイヤー少なめなのはやはりこれ竜巻警戒しているのか。下段からリュウ、今度はガード、燃やして昇竜出る、竜巻当たる、真空削って、あ、ちょっとうまい風の動き、竜巻当たって逃げないパンチ。さあ時間がないぞ、最後は暗い投げ、勝ったのエクスパーチーム。さあ、最終戦ですね、グッチ白チームと、デンセロテープチーム。さあ両者戦法を考えている。バイソンキャ決まりました。さあじゃあ席について始めてもらってください。ワンピー側セロテープさんザンギ、ツーピー側グさんバイソンということで、ちょっとこれはあれですね、組み合わせが。さあワンピー側セロテープザンギ、ツーピー側グッズバイソンということで、これは厳しいか。おっと入る、2発入った。しかしスクリュー圏内、お連打が冴える。おっと吸った、ここで終わったか。さあグッチバイソン
フォア行った、フォアは行ったが上下上下揺さぶっていく。しかしバイソンもクレイジーがあまり使える組み合わせではないためかなり厳しい。さあ下を殴っていく、上から行った。さあ如意棒、さあダッシュアッパー。さあスクリュー、ダッシュアッパーグランドード、距離を空けていくバイソン、まあ、一気に詰めれますからねバイソンとしてはね、距離を空けても。さあお互い大事にいっている、いい間合いだ。おっとヘッドが刺さる、ダブラリ上から行って、おっと踏ん行かない、待ったが、おっとヘッドで抜け出た、ヘッドヘッド。さあ、あーっと、後出しクレイジーが負けている。いやー削りに行こうとしてたんですね、完全にね。さあ、セロテープさんに勝利で、続いて、キャミー、あー、ハクキャミーですね。これはハクさんの、ザンギ戦経験を試されるとき。さあ、下から行ってスクリュー。これは厳しい。しかし、しかし、ハクさん頑張ってもらいたい。お、今の中足スパイラルどっかで見たな。さあ、中足を刺していく。これだけで残儀は厳しいか。キャノンもしっかりガードしているが、お釣りがない。走ったが刺さる。さあどうする、セロザンギさあ残り時間もなくなってきた、勝つには行くしかないが、スパイラルアローが刺さる。キャノン、お、キャノン、キャノンと、おっと出た、危ない、フーリガンを蹴っていく。さあ、さあ上からいった、セロテープザンギスクリュー炸裂。というわけでこれで全部の試合が終わりました。さあ、優勝は、優勝は全セロテープチーム無敗ですか、全勝、全勝のセロテープ全チームということで、おめでとうございます。圧倒的ですね。いやー、いやー強かったですね。たまにはねこういった変わった思考もいいかなと思いますが、はい、そうですね、うん、じゃあはい、あ、はい、あれですよ、コメントで、はい、セロ VS 機械100戦やらないのって言われてますよ。ああ、ね、俺がずっとしゃがんでるやつ、それ100試合見ると、うん、やらないのかって言ってる人がいますけど、閉店までに間に合うかな。 No, 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 no. エンド、大会はエンドで
あ、雨降ってる。あ、降ってない。なるほど。というわけで、のじ合いという方向に流れていきたいと思います。すいません。じゃあ、ありがとうございました。
はい。
Thank you.
Round one, fight!
Thank you.
はい。Thank you.
action. Round 3. Fight. 2. Bison in!
Zycone!
Yeah.
ン、アイ。
ンファイト。Round one, fight! Oh, you attack him!